アフリコーラのペットボトルアフリコーラはドイツのコーラ飲料である。1931年にできたコーラでカフェインの量が世界一と謳っている。アメリカでもライセンスを取って販売されている。また、原料のフレーバーには他のコーラと違いリンゴの酸味を使っているのも特徴である。本国ドイツでもコカ・コーラに押されており、田舎を除き店頭では置いていないことも多い。 アフリコーラが販売されている国はドイツ以外に6カ国あるが、その中で最大のアメリカ市場でさえ一部のマニアにしか安印されていない。日本においては未発売であり、名前は知られているものの現物を国内で飲むことは不可能である。2007年にドイツで開催された主要国首脳会議においてアフリコーラが支給された。 世界一のカフェインの量を誇るアフリコーラも一時は、買収やブランドイメージの変化に伴い、カフェインの量を減らした時期があり、1998年にミネラルブルネンユバーキンゲンタイナハに買収された際、25mg、100ml は、だよ 15mg、100ml にまで減らされたという。それまでのアフリ独自のガラス瓶からペットボトルに差し替わり、その後、 アフリコーラの売り上げは落ちていき、ブランド力も下がったという。その後脱解策を図り、苦肉の策として2005年にカフェイン量を 20mg100ml に引き上げたのに続いて、2006年4月より元の 25mg100ml に戻した。なお、アメリカ版のアフリコーラでは現在でも1998年まで本国ドイツで使用されていた瓶のタイプを起用している。 ありがとうございます。